フランスはコリは、フランスのパイロット、航空士。大西洋横断飛行で、行方不明となったシャルル・ナンジェッセ総縦の、白鳥号のパートナーとして知られる。マルセイユのコルシカ人船乗りの一家に生まれたコリは、商船の船長になり、結婚して三人の娘を設けた。第一次世界大戦が起こると、フランス海軍に入隊したが、伝えられるところでは、軍艦の艦長に、 ポストがなかったために幻滅を感じ、陸軍に兵卒として入隊したという。しかしその年齢と経験とによって1915年には主官となり、その夏には大位に昇進した。複数の傷を負ったコリーは、不評連隊での勤務に不適であると宣言されて航空部隊に移され、その後1916年3月にはパイロットの名誉事例を獲得した。その年を即には、 第62飛行小隊に加わり、1917年2月に胴体の指揮官となった。コリ隊員は1918年3月に事故で右目を失ったが、その後もオンドリ飛行小隊の隊長であり続けた。彼は卓越した航空士及び指揮官としての評判を得た後、その年の8月にオンドリを去った。エトルタにアルコリとナンジェッセのレディーフ戦後、 コリは一連の長距離記録飛行に挑んだ。1919年1月26日、アンディ・ロジェ中尉と共に初めての地中海往復飛行を成し遂げた。その飛行はまた5時間 735km という長距離海上飛行記録も打ち立てた。5月24日には再びロジェと共にパリからポルトリオテへの 2200km の長距離飛行記録を作った。 彼は、この飛行の最後に、事故で負傷した。翌1920年には、ジョセフ・サギルコニトと共に、地中海を周回する、さらなる長距離飛行を行った。1923年に、コリは、戦友で、撃墜王のポールタラスコンと一緒に、無着陸体西洋横断飛行を計画し始めた。1925年には、彼らは、 パリニューヨーク間の最初の飛行に与えられる賞金2万5000ドルのオルティーグ賞に興味を持つようになった。しかし1926年末の事故によって、彼らのポテーズ25服用機は破壊され、タラスコンもひどいやけどを負った。新しい飛行機が求められ、またタラスコンもシャルル・ナンジェッセにそのパイロットとしての役割を明け渡した。白鳥号と名付けられた海軍機。 ルバッスール PL8 は1927年5月8日から9日にかけて大西洋上で消息を絶った。ありがとうございます。